ビーズを入れた鎖編み、最後の正しい糸始末の方法をご存知ですか？針はとじ針を使います。ビーズを向こう側、鎖編みの編み目を手前にして編み地を持ちます。鎖編みの半目を外側から内側に向けてすくいます。二目目も同じように外側から内側に向けてすくいます。一目目、二目目とすくって、三個目を外から内にすくうときにここで玉留めをします。玉留めは糸をすくったら針先に近い糸を針の上にかけます。抜きます。そうするとこの3目目の右側半目で玉留めができました。また2目移動します。もう一度玉留めをします。2回以上玉留めをしたら、今度は反対側の左側半目を外から内に、外から内にと糸をすくいます。糸を切ります。外から内にすくって玉留め、2回外から内にすくって3目目で玉留め、反対側の半目を外から内に 2,3 回拾って余分な糸を切る。これがビーズを入れた鎖編みの糸始末の正しい方法になります。ビーズを複数個入れて編む鎖編み、ループクロッシェの場合は編み目が小さく糸始末がやりにくい場合が多いです。その場合は方向にかかわらず、また目を少しくらい飛ばしても問題ありません。基本のやり方を知って、ぜひ応用してみてください。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。これからもビーズ教室に通っている感覚で楽しくご覧くださいね。ご質問をもとに動画も作成していきますので、ぜひコメント欄に寄せてください。チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。